品薄が続くマスクをめぐっては、業者がメーカーなどから仕入れたものを高額で販売する事例が指摘されています。こうした中、政府は緊急事態宣言の間、高額販売や買い占め、売り惜しみなどで不当な利益を得ている業者への対策を強化する方針を固めました。各都道府県が不当な利益を得ている可能性がある業者に対し、マスクを売り渡すよう要請したり、 立ち入り検査ができるようになりますまた最終的に強制収容することも可能にします